はい、トリッシーの大将です。本日は映画レビューでございます。2022年7月の、29日金曜日ですね。金曜日は映画の初日と決まっております。本日はもう目的を持ってですね、ジュラシックワールドの最新作を見に、いつもの箕面の映画館にバイクを走らせます。これね、2週間空きました。はい、前回はですね、残念ながらちょっと見る映画が新作としてはございませんでした。というのは仮面ライダーの新作とかですね、子供向けの映画ばかりでしたので、たとえ64歳のおっちゃんにはとても見るような映画はございませんでした。はい、で今回はもうジュラシックパーク、皆さんご存知のように大シリーズ化のね、1作目はスピルバーグが撮った、恐竜ものの映画でございます。途中から、大体4作前ぐらいからジュラシックワールドという名前に変わりました。私ね、別にこの作品に取り憑かれているわけではございませんが、どうしようわけかね、1作目から、ね、全部見てますどうして大好きや、見にくいやというようなね、レベルではないんですけどもね、なぜかね、このジュラシックワールドはね、全部見てます。はい、で一番良かったのはやっぱり1作目ですよね。1作目は確かにちょっと度肝を抜かれたようなとこもございまして、有名のある恐竜映画でございましたけどもね。でどんどんマンネリ化になりましてね、 CG はずっと素晴らしいんですけどもね。で4作前のワールドに変わった初めはですね、原点回避といいますかね、元戻ってね、島の中にそのジュラシックパークを作って、それがまた恐竜たちが暴れてどうなるかというストーリーになってましたんでね、それはそれなりにね、で面白くございましたね。で恐竜とお友達になれるのかいうテーマがございましてね、ブルーというね、恐竜なんとなく従ってくれそうな恐竜が出てきてね、それはそれで面白かったんですけどもね。でね、この映画ね、全体的に言えるのはね、もうとにかく長いだいたい2時間半から3時間近くございます。どれもこれもですね、そんなにいらないと思うんですけどもね、なんか規定があるんでしょうかね。で今回のやつも2時間半以上ありました。ではっきり申しまして、点数は10点中どこ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 7点でございます。はい、可もなくという感じでしたね。不可もなくという感じでございました。音楽は素晴らしい。で私ね、IMAX で 3D で見ましたので、それなりの映画でございました。でとにかくね、前半のね1時間半、これがね終始ね、どうしてその世界はそうなったのかということにね、科学的なことなんかね、入れられへんのに、無理やりこじつけた説明をですね、永遠とするんですね。でこうなってますよということを、納得しましたかというでね、でこの世界を変えるにはこうしなきゃいけないんですよみたいなことをですね、もう延々と述べるわけですね。NHK かね、12チャンネルか見てるような教育ものを見てるようにね、あなた分かりましたかみたいな形で、ね、延々と述べられてね、それがしんどい。で最後の1時間ぐらいで、やっと島に集められた恐竜たち、もうこれね得意ですわ、 DNA を取るためにね、新しい DNA を取るために島に集められております。で悪人とそれがですね、始まりいいことを言って全地球を救うんだとか言いながら集めてですね、実際は金儲けに走るという、もういつものストーリーでございます。ほんで途中からはそれでどうやってわけか知りませんけど、恐竜たちが逃げ出しまして、で島の設備はもうぐちゃぐちゃになりまして、で主人公たちはとにかく逃げ惑うと。だ果たしてなんですけどもね、この主人公たちもね、最後ね7人ぐらいにね膨らんでくるんですけどもね、
いい人たちっていうねレッテルがありますんでね、死にません生き残ります。で、一人一人がねレンジャー的な活躍なんかしちゃったりするわけですね。うん、初めの頃はねちょっと悪役っぽいのが 2,3 人入ってて、あこの人死ぬなと思うやつがねパクパクって食われたりしてたんですけども、そういうとこはもう一切ございません。みんなで協力して島から脱出して、で悪人だけは別に脱出してどうなるかはもうご存知の通りでございます。だからねストーリー的にねちょっと面白みにかける。 でもね最後の1時間はねさすがに手慣れた投資でですね、ドキドキワクワクの演出がね何回もございました。それはそれでね面白かったのでね、最後の1時間は期待しててください。見れますよ。はい、でも初めの1時間半は皆さん我慢してください。お勉強しましょう。ジュラシックワールドのお勉強をいたしましょう。でどうしてこうなったかということをよく理解して最後の1時間に備えてください。はい、おっちゃんも眠気との戦いでしたけど、また寝たら皆さんにご迷惑かかると思いましてですね、眠気との戦い、恐竜たちの戦いよりも辛かった。はい、でもうあかん、もう出ようかなと思った時ぐらいからね、その逃走劇が始まりまして、それはねやっぱりね面白かったですね。ワクワクドキドキいたしました。だからもうちょっとね構成の仕方ということをねよく考えていただいたらね、もっといい作品になったんではないかと。もうそろそろねテーマも変えて、ジュラシックワールドも作ったらどうですかね。毎回毎回恐竜の DNA を抑える悪人が出てきて金儲けに走って、恐竜たちが逃げて、それに伴う前任者たちが何らかの方法でどっかからどっこへ脱出して、ちゃんちゃんというね、もう毎回毎回一緒でございます。はい、まあそれはトラさんやないねんから例えばねエイリアンとねエイリアン2なんかねもう全然違うでしょ。もうホラー映画からね軍事映画にガラッと変わったでしょ。あるぐらいのね展開が欲しいですね。ターミネーターもそうですね。ターミネーターもサスペンス映画から次へもうほんま軍隊並みのねアクション映画に変わりました。そういうところがですね補修ございます。毎回毎回ね同じような内容ではねもう飽きちゃうよという形でね、お金はかかってるんですけどね、それは見てもらえてるんですけどね、先週見ましたキングダム良かったですね。ああいう形で斬新な映画に取り組んでいただきたいなと思っている今日この頃でございます。ではまた。